AAA のメンバー與真二郎さんが部長を務め、ダイス工藤大輝さんと和田颯さんがリーダーとして活動する ABEX 写真部。マイカメラはキャノンの M10、 写真をこよなく愛しているワースターの広川七瀬がナレーションを担当させていただきます。今回は写真部に新メンバーが加入するみたいですよ。早速スタートです。今回なんと入部希望の人をですね、僕見つけちゃいまして。誰ですか？聞きたい？聞きたいっすよ。教えない。じゃあ終わりになっちゃう。そうですね、はい、じゃあここはちょっとお呼びしたいと思いますよ、はいはい、お入りください。どうも。はい。こんにちは。イエーイ。写真部入部希望の久保田秀俊です。おー、今回写真部入部を希望してきたのは俳優の久保田秀俊さん。若手俳優の登竜門とも呼ばれるミュージカルテニスの王子様セカンドシーズンで仁王正春役を熱演。美容師免許も持ってる、カメラ大好き、イケメン俳優さんなんです。ちなみに写真部に、どんぐらいの勢いで入りたいのか。どんぐらいの勢い？モチベーションがかなりの勢いで入りたいです。かなりの勢いですね。もう見てください、このカメラの大きさから出てるから。私どうする？まあでも納豆部みたいにやっぱ写真部の写真愛みたいのも、やっぱこうヒデ君のチェックしたいなって思いますね。あ、大丈夫ですよ、SD カード持ってきたんで合格。素晴らしい。ちょっと待って、カメラ持ってきて、SD カード持ってこなかったら、頭割れてる。たけしさん、ごもっともです。ということで今回もリオス学園で講師もしているフォトグラファー出水先生をお迎えして入部希望久保田さんの写真愛をチェックしてもらいましょう。それでは久保田さん、 SD カードの中から自信のある3枚を選んで出水先生に見せてください。ちなみに出来が悪いと入部できませんからね。これか、もうこいつ。わあ、うわ、めっちゃ綺麗。本格的、いいですね。背景をね、ボケるとふわっとさせてると、技術的にも非常にいいですよね。すごい、はい、やべえ、マジの人入ってきちゃったね。あ、みんなマジの人じゃない。愛はあります、愛は。そう、はい。これは、あるレストランで、はいはい、レストランのお庭がライトアップされてて、うん、赤いライトで下からこう照らされててすごい綺麗だなと思って。これは赤くこうなってた。そうですね、葉っぱは緑なんですけど、赤いライトアップで真っ赤になって、赤い、そんな赤になったの。はい、なんかこうね、見落としちゃうところをこう見落とせずね、ちゃんと取ってくるっていうところがすごいですね。愛ありますね。もうこれもう愛でしかないです。もう大丈夫でしか。なんならリーダー。あ、もう大丈夫。もうせっかくだよ。もう一回ちょっと。これはなるほど。そうきましたか。ゴシの絵が僕すごい好きで。情景と、はい、大体はこうね全体をこうピント合わせて撮っちゃうところで。はい。わざとずらすのが好きで、バランスもいいですね。素晴らしい、ね、いやイケメンだけじゃなくて写真もうまい。嬉しい。そろそろ僕は卒業かな、ね、俺も今言おうとしたんだけど。出水先生も関心の腕前の久保田さん。すると2回目だと思う。残念ながらもう卒業するしかない、あれれ。だから何かを見せたいという意図がね。写真愛が溢れすぎちゃって4枚目に突入しちゃってます。もういいんじゃないですか。あと最後俺動物が好きですごく、はい、猫だ。これ江ノ島に行った時にフラッと行った時に崖の上にいたんですよね。崖の上の猫。まさにそうやってインスタに載せたもんじゃない。同じこと思っちゃった。崖の上言われちゃったら出てきちゃう。これあんまり良くない。あんまり良くない。あれあれこのシルエットだけがこうなんか見えてるんだ。要は本人は分かってるけど、はい、第三者は分からないので。あ、そうですか。
今猫っていう情報をいただいたので、あ、猫かなって感じだけど、かなり黒い塊によくわかんない。確かに、なるほどね、確かにな。最後の写真はちょっと残念でしたが、写真の腕前はなかなかだった久保田さん、果たして入部できるのでしょうか。ということで、久保田さんの写真を見ていただいたと思うんですけど、まあ、全体的にどういった印象でしたか。大丈夫。いや、やっぱりイケメンだし、なんて言ったってかっこいい。うん。そこじゃないんですよ。そこじゃないんです。写真の話が一個も出てこない。今写真どうでしたか。あ、写真ですね。写真です。はい、写真もですね、かなりこうスキルがあって、はい、見せ方とか見たいところとか、非常に分かってらっしゃるっていうのが。で、あとはもう少しこう絵作りのところで、気にするところをもう少しこう拡大していったりとか、削ぎ落としていくと、よりこう作品効果っていうのが出てくると思います。うん、じゃあもう、はい、入部で。あ、やった入部。久保田さん、写真部入部決定です。では、頑張っていきましょう。さらにもう一人、どうしても写真部に入りたいというあの人からメッセージが届きました。実はあれ、もう一人入りたいという方がいらっしゃいまして、急に増やしますね。どうしたの？どうしたの？写真部の皆さん、こんにちは。一眼レフカメラを始めて6年目、SK48 の高柳茜です。よろしくお願いします。なんてこった。写真部入部を希望してきたのは、SK48 に所属する高柳茜さん。2017年 AKB 選抜総選挙で15位に輝き、見事選抜メンバーに返り咲いた高柳さんは、昨年東京アイドルネットでカメラマンデビュー。さらに最近ではグラビアカメラマンとしてもデビューを果たした本格派カメラ女子。なぜ今回こうやって送らせていただいているかというと、 AMG のツイッターをフォローしているんですけど、その中で写真部があるっていう動画だったりとか写真が流れてきて、あれ？私写真大好きだと思って、で、なんかいろんなグループの方々が写真部っていうのをつながりにいろんな写真を撮ってたりして、私すっごい人見知りで友達がいないんですけど、これを得てだったらもしかしたら友達ができるかもしれないと思って、ちょっと立候補させていただいた所存でございます。よろしくお願いします。それでは早速 SD カードの中からマイベストショット3枚を紹介してもらい、本格派カメラ女子の腕前をチェックしてみましょう。ここ大事ですからね。そうだね。もう私と言ったらこれだっていうのがありまして、私の愛してやまない、動物、鳥。あのですね、我が家にインコが5羽いるんですけど、うちの子がよくモデルになって家のリビングとかで写真撮ったりするんですけど、その中で最近撮ったこの子、セキセイインコのふーちゃんっていうんですけど、この角度だけでも100枚中の1枚ぐらいですね、これが。もう本当にそれこそ鳥を写真で撮るときは割と4時間とかずっと撮っちゃって、この間も本当2000枚ぐらい撮りましたね。そして続きまして、こちらはですね、 AKB48 のグループでよくコンサートをやるんですけど、その中にリクエストアワーっていうコンサートがあるんですよ。1年に1回あるんですけど、それはメンバーがこう選ばれた楽曲をこう披露している後ろでメンバーがひな壇の上に乗ってこう応援できるっていうコンサートがあるんですね。その中で撮った1枚なんですね。これは男の人が大好きな絶対領域を撮った写真に、はい、なっております。メンバーの顔ももちろん可愛いんですけど、私は結構私だから撮れるっていう写真をよく撮るようにしてて、この距離感、女の子のこんな絶対領域をいやらしい目じゃないく男性のカメラマンさんが撮るのはなかなか難しいと思うので、私があえて撮ったメンバーの可愛い衣装の可愛い絶対領域を撮った写真になっております。はい、そして最後の1枚はこちらです。あるとある高いビルの屋上をちょっと特別に入ってもいいよっていう許可をいただいて、いい、夕焼け空と東京の都会をバックにして撮った写真なんですけど、まあこれは単純にいい写真です。はい。ということで、こちらが本格派カメラ女子高柳さんマイベストショットの3枚。いやー、さすが素敵な写真ですね。写真でやれることはたくさんあると思うので、ぜひ
入れていただけると嬉しいです。最後に高柳さんからある写真部のメンバーにお願いがあるとのことです。個人的に庄司めいちゃん、東京女子流ちゃん大好きなので、うん、モデルになって写真を撮らせてもらえたら幸せだなって思います。その2人撮りたいですね。それを撮りたい。ありがたい。それ撮って撮って撮ってんところ僕と。いやいや、またわけわかんないね。先生どうでした今の。いや、かなり腕前はあると思いますよ。わー、ね、実はさらにリーダーはじめ皆さんにお預かりしてきて。なんですか。これ。これ。え、なんですかこっち。これはもしかして。あ、待って。これはさ、ごめん。はいはい、ありがとうございます。合格。いや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 物にずらすぎでしょ。え、いや、もらったらいいんですか。見て、はあ、サイン。サインですよ。写真部でお世話になれたら嬉しいですとか、はい、見てこれ、写真部でお世話になります。全部違うよ。出が入ってるか入ってないか。いいじゃん、いいじゃん。コピペじゃないっていうところで開けた。でもお世話になれたら嬉しいですってこっちは書いてるけど、うん、もうこっちはもうお世話になりますね。私写真部だってきた。確定なんだよ。確定なんだね。確定きちゃったんだね。俺はもう何の問題もないですけど、皆さん的にはどうですか。めっちゃいいでしょ。確かに言わないよ。新入部が今入ってきた。ごめんなさい。ということで高柳さん入部決定です。まあでも今日ね、久保田君来ていただいて本当にありがとうございます、はい、ということで高柳君もそうですけども、はい、まあ、改めて、写真部ニューメンバーでね頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあまた次回たけし君はその時はお休みの予定かな。絶対来ます、絶対来ます。ほんと、おい、僕だって出席で来る。絶対来る。出席です、ナンバーワン。来なかったらどうする。来なかったらですか、うん、やめる。おいおいおい、長いんだよ。あ、長いんだ。そうか、分かったよ。じゃあ絶対来るということ。来ます。はい、待ってますからね、はい、皆様さようなら。また次回、はい、バイバイ。たけし君なんだ。エイベックスマネジメント学園、次回もお楽しみに。